この2点しっかり食べて絶対病気ない、うんうんうん、がんも絶対ない、ね、さつまいもがいい、さつまいもね、今日次買ってかねえかんけど、いっぱい行ったそこへ行って買ってこねえかん、もう名古屋、いやいや名古屋もう売ってないんだ、そのつるが違うってことなんですか、ね、いやいや、なさつまいもあったりするでしょ、100円のさつまいもって何か普通のさつまいもと違うんですか、あのね、うん、私はその遺伝子の分解が専門だもんね、うん、ほいだもんだ、今度は新しい品種ね、で、こんな名前つけるだけで